大気シャトル、母ユニオンワラダー、母馬関東、大和田鳴厩舎入厩予定。イタカ牧場分場で5月後半から昼夜放牧を行っています。一時期馬体が細くなりましたが、夏から急激に成長、当初のパワフルさが戻り、さらに迫力が増してきました。父、大気シャトルによく似ており、大型スピード馬の片鱗が見えてきたのは頼もしい限り。どっしりと構えた性格も好感が持て、今後の育成も順調に進むことでしょう。